DJ 始まりました、チェックポット。ということで今回は視聴者ご依頼いたずらと言いたいところなんですが、今回なんと問題が発生しまして、まあ、何かというと、まあ、俺と心理がもうガチ限界、ね、しかも手出てるから、まあ、モザイクとかでなかなかちょっと見えにくいと思うけど、まあ、流します。もうガチガチなんで、心理があんなに切れてんのもなかなかないし、ガチで今回ちょっと、喧嘩になっちゃいました。そんな感じの回なんですが、やっていきます。それでは行ってみよう。虫が苦手な心理くんにセミ捕まえて、心理くんの頭につけてください。セミおるおる。いったいったいった。でひっくり返して、さあ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 、ナイスナイス、捕まえたで、心理。いけたいけた、こっちの上の方に多分上にもおるやつ絶対。洗車といって、シンリ君に水をぶっかけるドッキリお願いします。はい、セルタの洗車企画。きったない車やから、アルファードから乗り換えてから一回も洗車してないやろ。きれいにな、ピカピカにしや。反対側手伝って、なるでしっかりこな。そうや、そうや、違うね、ほんまにキモいね。え、だってこれ言うこと聞けへんかったもんな。今なんか暴れて、いや暴れとった、これホースがほんまに暴れてた。え、今度いきなり出てくるもんな。いや、これ壊れてんじゃん。なあ、もう持った瞬間やばかった。切れんから、これ最後やから。マジだー。おー、痛い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 。これはおかしい。ちょっと見てたら分かる、ほんまにおかしい。見ててな、いくで。こうなってるやん、なってるやん、なってて、こうなってる。久々に顔面ネズミ取りみたいです。今日は7月7日、七夕です。おお。ジャックポットの日です。77。そうです。今回はお参りに来ました。いいですね。あんまり声は大きくしたらダメやから、ね、こういうところに来たから、せっかくな。すごい、もうね、神聖な場所。神聖な場所やから。いや、でもなんか、祈るときに、基本的にどれぐらい祈る、いや俺10秒とか。10秒なんかあんま願い事したらあかんとか言うから。いや俺さ、もう数をさ自分の中で基本的に、基本的に、基本的に、何これって言うか、何これ今日誰に来て悪いだ。お参りやから、もうやめろ。お参りやからし、ほんまにやめろ。目つぶらなあかんやろ。えって、ほんまに誰に言うか、これで最悪。今回はお笑いはなしです。なしで、ね、やっていきましょう。真剣にやらないとあかんから、いきましょう。真剣に行こう。真剣に。まず1ゲーム、もうちょっとちゃんとしようや。やる気なくちゃんとしようや。いやいや、何してるの。ちゃんといじれもせんと、そんな礼儀もわきまえんと神社来んない。アウトアウトアウト、もうアウト。それはアウトやわ。シリ、今のアウト、今のアウト。最高。もういや、そんな邪念だらけで神社入ってくんなって。邪念がすごいねな、今何や。邪念がえぐいね。たたりが来るぞ。たたりが来るぞ。これどっち通るかお前、運命の分かれ道やぞお前。そんな簡単通るなってお前。じゃあ俺こっちから行くわ。こっちやりな、こっちちゃう、逆やり。大丈夫なこれ。え、道やるんこれ。普通左やねんて。やばい、L 字でセーフ。
金ないからお賽銭も入れへんよ。僕らこういうもんやってるもんです。僕らこういうもんやってて、あの今年本当に有名になりたいと思ってるんで、よろしくお願いします。見ててください、必ず。うっとうしいとか今ここで言うなって笑顔になれ、見てんぞ演技悪いって。見てんぞ、こういうもんですって言って、こういうもんですって言って、こういうもんです。うちの相方なんです。相方なんです。紹介してます。ほんとすいません、マジです。ほんまに帰りだ。あ、お金ですか。すいません、今持ち合わせがないんですよ。相方から出させます。全部入れといて。全部入れて20円しかないね。すいません、うちの相方が10円でいきますね。すいません、失礼します。うちの相方がすいません。何されたの無症状選手権をしてください。こちらです。こっからガチ喧嘩始まります。はい、無表情対決。何をされても無表情、はい、やっていこう。やっていきます。じゃあ先行後攻、いいじゃん、はい、はい、じゃあここで後攻趣味から俺がいきます。じゃあ測ってて2分間何をされても無表情です。いきます、よーい、スタート。見てても30秒経過。顔やばいことなってる。やばい、変わってる、変わってない、変わってない。やばい、これは。さあ、1分20秒経過。すーやん。うわ、ちょっと待って。試合終了です。くっさ、超待って、なんかバリ臭い。ちょっと待って、ほんまに臭い。よし、じゃあ次俺だ。やばい、怖い。絶対勝ったんちゃうん、これ。うわ、無表情、全く変わってなかった。マジですごい。次じゃあこの番 OK、 よし、はい、いきます、よーい、スタート。スタート。暴力や。あかん、あかん。本気、これアウトな、変わったな。やりすぎや、あかん。うわ、心理が一番大事な服。反撃がこれやばいって。始まった。ちぎれた。お、変わってない、変わってない。
が震える状態。くわー、やばいやばいやばい。うっ、そっ。赤くせ。やばい。あ、表情変わってしまいそうになったね。あと20秒。6。OK。5。OK。OK。1、2、1。はい、カン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 カーン。マジで俺がやられた時殺したろうと思ったから。いや、もう殺す気で殴ってたやん。マジで殺したろうと思ったから。えぐいビンタ来てたで。いや、でもこれはこっちの負けでいいやろ。負けた。表情変わってた。変わったな。ほんまにぶっ殺したろうと思ってたから。ビンタで思いっきり変わってた。思いっきりここを破るだけやんのに。え、ビンタは本気でいったん？いや、本気じゃないよ。本気じゃないよ。でも心理なかなか本気でやり返してる。でもこいつ耳からだって耳押さえてたもん。リプレイどうぞ。やば。よし。いや、この対決はターボの勝ちで。またリベンジします。じゃあ終わります。なんで神社なの。いや、ちょっと落ち着かそうと思って。落ち着かない。なんで帰んの、止めへんかったん、ターボが帰んの。今日はもうマジで撮影してあかんなと思って、マジで久々に。いやいやいや、そんなマジなの。なんか2人ともマジの顔なんて、だから気まずかってんけど。俺さ、一番最初にさ、うん、一発目やったやん、うん、まあ、服破って、うん、でパンツやって、うん、まあ、スーやったから、まあまあそれなりの返し来るなっていうのはまあもちろん分かってたけど、同じようなな、うん、ビンタ来たよ。そうやな、一発目な。でビンタ来てマジで痛かったよ。多分これ撮られへんと思うんだけど、映像で多分流されへんと思うんだけど、マジで痛かったよ。顔本気やったのか。でそれでもうまあターボがもうガチで切れてるなっていうのはもう分かったから、3発ぐらい耐えたろうと思って、でパンパンパンって連続で、初めマジで耐えるつもりやったんやけど、ほんまにちょっとイライラしすぎて、もうマジで久々に頭血のこって、珍しいな。イライラして思いっきしやり返してみたいな。5発くらって一発返してた。5発くらって、うん、もう何も覚えてない。で思いっきしやり返して、もうそっから俺もアドレナリン上がってるから、もうそっから全く痛くなかったから、痛いとかなかったから、うん、もっと怖いみたいな、もうほんまに思ってて、なんか叫んどった。なんか叫んでた。なんか叫んでた。自分でバンって一発やり返した後になんか叫んどった。暴力や。とりあえずもう俺もなんかちょっとほんまにあれかもしれんけど、ちょっとアドレナリンがちょっと楽しなってねんや。もっと来いやみたいな。でもうマジで我慢比べしたろうと思って、もっと来いもっと来いみたいな。でもう毎回やるたびに重くしやり返したろうと思って、なんかあのハサミ取りに行った時に俺マジで刺されると思って。いや俺も思った、あれはマジで怖かったから。ハサミで俺ほんまに刺されるか、ワンチャン、まあ、グーパンチ来るかなと思って。でもグーパンチ来ても、グーパンチ来たらグーパンチ来たら絶対グーパンチ返したろうと思って、でまあ別に普通にそっからこう服破ったりとかやったから、もうそっからもうできるだけ冷静になってみたいな。でもハサミ持ってまだ またビンタやられとったやつ。やられてたやられてた、やられた。そっからもう何発かやられて、まあ心理も何発かやられて、服でバチンってやられた時もうめっちゃイライラ。あ、最後な。で、あかんあかん、もうほんま動画のこと考えやなみたいなけど、ほんまにビンタやり合った時はマジでもう動画のこととかどうでもよかったから、止めようかなと思ったけど、いやどこまでがマジでか分かれへんかった。俺もあと終わってからさ、今ある程度さ、ちょっとこう落ち着いてんな。落ち着いたからさ、あれやけどさ、まあまあやり返したら申し訳ないなと思ったけど、ただでもちょっとほんまに我慢できへんかったな。マジで久々にマジで本気でアドレナリン上がったな。あれどこまでやるつもりやったんやろ。多分シンリがバーン5発パン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 って食らった後、シンリが一発パンって入れた時に、多分一瞬時間止まってたもん。止まってた止まってた。あの耳押さえてたから、多分耳入ってた。鼓膜なんか被害あったんじゃん。だいぶ荒れてたな。あの後もずっともう喋らんかったやん。終わってから気まずいね、あれほんまに。いやもう申し訳ないなと思ったけど、もうマジでもう俺も喋れるマインドでもなかったから。お互いそうなんやもん。いつもやったら絶対その後笑いながらケラケラしてんのに、いやお互い本気やったんやな。まあでももうそ全員アドレナリン出てる状態やん。俺もやし、お前は関係ないん。いやいや、でもだいぶアドレナリン出てたから、その止めるに止められんかった。ドッキリとかでもたまにほんまに多分お互いめっちゃイラーとかはあんねや。お互いが多分ぶつかることはもうあんまなかったからさ。そうやな。2分53秒54秒あたりの
心理の顔を抜いておいてください。ハサイ持ってきて、ハサイ持ってきて、この顔すっごいもう恐怖に怯えた顔になってたからさ、こう刺されるぐらいに思った。いや、ほんまにほんまにマジで刺されるか、ハサミで刺される、何してくるか終わらへんかったから、ハサミで刺されるか、もうグーパンチ、俺の中ではもうあハサミかグーパンチやと思ってたから。そやな。でもあの状態でグーパンチ来てたら、ほんまにめちゃくちゃ喧嘩だったの。ターボもさすがにグーはいかんかったけど、久々になんかこんな、なんかこう気まずい感じだったら、撮影終わったってやばかった。めっちゃ気まずかった。俺が一番気まずかった。そやな、マサオが一番気まずいやろ。まあターボもどう思ってるかわからんかったやん。ターボにも聞いてほしいな、どう思ってるか。俺から聞かれるし、とりあえず今日は一応撮影は中断中断、まあ、こういうちょっと経由があったんで今日は終わり。もうやめこれね、俺これなんでこんなにブチ切れてたか、もうぶっちゃけもういっちゃん最初からブチ切れてたんよ。てかそもそもこの撮影の雰囲気も良くなかったんよ。もう雰囲気というか、なんていうかな、始まる前、これをするってなった時に、なんか何するみたいなんでめっちゃグダグダしてたんよ。選手権来てんねんけど、その選手権の内容をどうするみたいなで、グダグダしてたから、俺ももうその時点でちょっとイライラしてたよ。ほんで始まりました。まあ何されても無表情やから、まあとりあえず服破られたよ。で服破られた時にここに爪ザッて刺さったよ。もう俺この時点でもうめっちゃイラッとしてるから、ここ破る時にさ、もうここに爪グワグワグワって当たってめっちゃ痛かったよ。本当にもうこれがもうイラーきて、でも無表情やから、もう無表情でも表情には出さんようにしてたけど、多分出てたと思う、どっかで、どこかしらで。でこの後の顔面タイツは全然イラッとせえへんかったよ。やけどこの後口からこの酢をブワーって口から吐いてたやん。いや別に頭からかけたらええやん、やめろやと思って、もう余計もうクワーってもう血が上ってたやん。血が上りすぎてもう考えてたよ、俺こいつ何しよう、無表情選手権でこいつ何しようってもうずっと考えてたよ。でこれ見てもらったら分かるんやけど、俺もうここ痛すぎてもう絶対これ血出てるって思ってたよ。こうやってまあ拭い、うん、これ画面見たら分かると思うけど、拭いて確認してるよね。血めっちゃ流れてるぐらいに思ってたよ。パッと見たら全く血ついてなくてびっくりしたよね、うん、でいざ始まりました。で心理のターン始まりました。もうまず俺はもうめっちゃイライラしてるから、もう早くやろう早くやろうみたいな、もうビンタ、もう動画とかどうでもいいと思って、もうビンタとかしたらさ動画でなかなか使われへんねや、あんまり。女の子のビンタって可愛いもんやったらいけるんやけど、もうガチガチのビンタ、だいたいまあこれ4発5発ぐらい殴ってるんやけど、もう5発ぐらいの時にうわちょっとやりすぎたなと思って、4発目ぐらいでもうあかんわちょっとやりすぎやなぐらいに思ってて、で5発目いくやん、5発目パーンいくやん、行ってあかん、もうほんまにやったあかんわ、次服破ろうと思って、あのハサミを取りに行ったよね。ハサミ取りに行こうとしたらパーンって帰ってきてて、ほんで耳がもうワンポーンみたいな、ポワーンみたいななってんねや。まさか仕返し来ると思ってない、無表情選手権やろぐらいの。俺も喧嘩しに行ってんねんけど、もうこの時はもう喧嘩しに行ってるけど、お前無表情選手権やんなみたいな、もうテンパって、どういうこと、えこれ俺今殴られた、え俺今殴られたみたいな、はーみたいな。まあでも次もうハサミを取りに行こうってもう考えてたから、ハサミ取りに行って、でもハサミで殴るつもりは絶対なかったからね。これハサミでさーとか そんなんは一切考えてなかったから。ほんででもハサミ持って持ってるし、もう危ないとかも関係ない、もうとりあえずやられたままで終わりたくなかったから、もうパーン行って、そうやってまたパーン帰ってきてパーン行ってみたいな。ほんでもこの服破る時とかももうイライラしすぎて、もうイエーみたいな、もういつでも仕返し来いよみたいな、もうアドレナリン出すぎて、もう全然痛くないからこっち来いよみたいな、あはいはいはいみたいな、もう冷静保っててないからもうこんな感じ、あはいはいみたいな。俺もう喧嘩とかもしたことなくて今まで、あ喧嘩したらこんな感じなんやぐらいの、全然痛くないやんぐらいの、楽しいぐらいの、あ喧嘩しようかぐらいの。まあでもね、これは俺が悪いっす、本当に。もうちょっとは考えろよと思ったんやけど、もうこの服破るのはいいねんけど、もうこの爪ガッてさ
そんな興奮せんでええやん。最初服掴んでそっからビリってやったらええやん。爪刺す必要ないやん、どんくさいなぐらいは。でもこれはまあ俺が悪いね。撮影中にもうだってビンタなんかしたら YouTube で映されへんやん。こうやってモザイクになるやん。それ分かっててやってるからね俺も。これはまあ俺が悪いっす。心理も久々に多分ブチ切れてたやろうなこれは、うん、顔とかもガチやもんねほんまに。俺もガチやから。でもこれで心理との喧嘩は人生で2回目。すいませんこんな見苦しいところ見せて。まあでもこういうこともあるんよ。あるよほんまにね。そんな感じのまあなんかこのターボ側の意見聞いといてって言われたから、まあ俺はここで答えを出しました。はい、この安い4号生クリームに何て出ます？ごめんねって入れといて。ちょっと喧嘩しちゃって友達と仲直りのケーキを、はい、ということで、はい、次の日にやってまいりましたということで、うん、まあ一応俺も反省してるので、その動画じゃないと、うん、これもちょっとこう謝りづらい部分、気まずい部分もあるから、ほんまガチでちょっとあっこからもう連絡も取ってないんだよ。そうやな。で、会ってはないから接触してないから、ちょっとこの気まずい雰囲気で俺これからもうやんのも嫌やから。嫌やな。ちゃんとこれは終わらせておこう。ちょっとぐちゃぐちゃになってるけど、えごめんねって。それすんねじゃカバン持っとくで。いいの。怒ってた。だって怒って帰ったやん昨日。怒らんでいい。やめろってもう。元気やん。仲いいやん。ごめんな。まあどちらかというと俺が悪いからな。お？珍しいよ。反省してるよ。どちらかというとな。ちょっと向きなってもう。恥ずかしなって思ってるやん。いやでもほんまに謝ろうと思って来たけど、でも普通に謝るんです。恥ずかしいからちょっと動画回してって。だからまああの動画中に始まったことやん。だからもう仲直るまで動画で収めようっていう考え。ぶっちゃけてもほんまに怒ってたよ。ほんまに怒ってたってから、もうあん時どうやった？ガチギレ。ガチギレ。いや負けじとガチギレやった。いや俺も負けじとガチギレやったから。ガチギレ。お互いそうやったな。それはまあ俺も気づいてたから、分かってたから、多分お互い分かってたから。興奮して俺も止められへんかったから。いやお前興奮してない。いや全員アドレナリン出てた。まあよかったほんまに。サプライズ行きますか？サプライズ。まあ一応、ターボの好きなもの買ってきたから一緒に食べようと思う。みんなで2人で。さあ、目つぶって。え？目つぶって。目つぶって。サンプレも込みやから。目つぶったってやつ。誕生日何もやってないから。なんなの？ほんまに普通にサプライズ。マジで誕生日プレゼントも込みだ。まあ、もらってないし。あげてないもんね。目つぶって。ハッピーバースデートゥーユー。Happy birthday to you. Happy birthday, dear. いつでもいいよ。いいやった。バース。わー。やめろや。これさ、もう食べるってどう？これやったら意味ないやんけ。仲直り。仲直りじゃないやろ。食べよう。優しさやん。俺も優しさ。食うんだよもう。戻った戻った。いつも通り戻った。いやいやいや戻ってないわお前。さすがやし。動いたら。つけろや。動いたらケーキ。え？もらって痛いやろお前。そこにしてんだよお前。あかんね動いたらケーキあれやから。動いたらケーキずるずる。おいしてんねん。